表しています。ここからは交通情報です。天狗グスラッシャーステイ日本道路交通情報センターの青木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はじめに高速道路の状況です。東関東自動車道や立山道をはじめ関東地方の高速道路は順調に流れています。東京湾アクアラインや千葉県の京葉道路の車の流れも順調です。首都高速道路の状況です。湾岸線や7号線をはじめ首都高速道路の車の流れは順調です。湾岸線の千鳥町と空港中央の間の所要時間は25分です。続いて一般道路の状況です。東京の第一京浜は大田区中六号2丁目でトラックが横転した事故のため上下線とも通行止めになっています。下りが1キロ渋滞しています。千葉県の海沿いの国道16号線や神奈川県の国道134号線の車の流れは順調です。日本道路交通情報センターでした。青木さん、ありがとうございました。 TBS のトラックアップデート、次は6時15分頃お伝えします。